これはクロートメソデを、今ドレスにしようというようなまだ下準備をしている状態です。クロートメソデ本来はこういう色合いの柄になっていますが、このままドレスにするととてもその和の様相がきついので、今今回こういうちょっとブルー系のオーガンジーをかけています。で、これがやっぱり光沢があるので、これドレスにするとこういう光沢感が出るのと、それから柄全体が色が収まるのでこういうものをかけています。そしてここには全体にこう黒のところはかけないんですが、こちらの方にはまずこのかがり、このかがった、この全部このかがったもの全部この小さく小さく、このまずまつりつけていきますね。こういう形で全部この絵柄を留めてしまいます。こういう下段階をしてから、こちらとこちらの縫い合わせという、脇の縫い合わせは、ここは柄が強いので、やっぱり柄合わせは必要なので、こういうような位置づけにして、ドレスの裾、これは今裾の風景になりますけれども、こういう形で持っていきます。